やあ、推理担当のレムだよ。捜査担当のリメだ。とうとう最後の授業が終わってしまったね。このまま無事に終わらせたいところだが、パッチーズはジンジャーの毛皮を入手しようとしている。パッチーズ、お前はまだ復讐したいのか？ジンジャーは体育館の真ん中であぐらをかいて座っている。彼女はほとんど眠っているようだ。ば、じゃあ、だ、だ、だね、集中しないと。1、2、3、1、2、3。あ、パッチーズ？ごめんなさい。犬を操るのと同時にあなたと話すのは難しいわ。みんなとにかくやんちゃなの。だから私は野球の代わりにヨガをやってた。残念だったね。集中するために体育館に来てしまった。他人の目から離れて、完全に隔離された場所に来た。お願い、パッチーズ。もう少しでみんなを救えるの。あはははは、何？僕が君を殺すと思ったのかい？君の様子を確認したかっただけだよ。それだったら、君を怖がらせることも少しは正当化されると思ったんだ。あ、ありがたいぬ。疲れてるけど、大丈夫。確認しに来てくれてありがとう。あなたはどうなの？大丈夫？なぜ僕に聞く？あなたは、矛盾しているように見える。私はあなたのことを気にかけてるの。あ、もちろん友達としてね。自分を変えてみんなを受け入れることが難しいのはわかってる。でも、私たちの友達は本当に素敵よ。このまま終わるものだと思っていた自分の人生で想像もできなかったくらい。若いうちに死ぬっていつも思ってた。でも今は未来が見えて、そこには幸せな猫や犬がいっぱいいるの。あ、ごめんなさい。私、話しすぎたわね。私と全く同じ経験を共有したあなたに知ってもらいたかったの。やはり、自分で選ぶ時が来たか。ジンジャーが言ったように、パッチーズは矛盾してる。復讐をしたいのなら、するタイミングは何度もあった。もちろん私たちが操作しているから復讐しないのだけど、復讐しないという選択肢があること自体がパッチーズの変化だ。前のパッチーズなら、こんな選択肢は現れすらしなかったろうな。気に入らないな。それでいいのよ。あなたの気持ちをまだ話す必要はないわ。あなたの様子を確認したかっただけ。うん。ありがとうジンジャー。君が元気そうで嬉しいよ。うまくことを進めろ。そうじゃないと僕は集会を欠席する。さよならパッチーズ。私はここに留まって集中するわ。ジンジャーは目を閉じ、再び瞑想した。毛皮を剥ぐにはいいタイミングだろう。ナイフを探さなくては。この後、ナイフを探すためにパッチーズのロッカーを漁った。そこでようやくパッチーズとエンジェルの間に何があったのかわかったよ。パッチーズはエンジェルに手紙で告白したが、エンジェルに手紙で断られた。断られるだけならまだしも、近づかないでと書かれてしまったんだ。パッチーズはエンジェルが自分のものにならないのなら誰のものにもさせないとエンジェルを殺害。これがこの物語の始まりになった。そして今、ナイフを取り出してジンジャーのところに向かったわけだが、結局、ナイフで取ったのもジンジャーの三つ編みの先端である毛の部分だけだ。誰にも見つからず、簡単にジンジャーを殺せるのに。一日の授業の終わりを告げるチャイムが鳴った。こことミトンズは校庭の前に集合した。パッチーズ、あ、会いたかったよ。随分と長い年月が経ったようだね。ちょっと心配だったの。ジンジャーはとっても疲れてたから、どの子犬の縫い目も抜け落ちちゃうんじゃないかって。でも、大丈夫みたいだね。それに猫と犬はかなり仲良くなれたと思うよ。確かにそうだ。みんな静かに。5本。ミトンズ？こんにちは、皆さん。ご存知の通り、今日は猫と犬が一緒に暮らし、働き、学習した場合どのようになるかを実験しました。ここにいるすべての犬が依存している実験です。でも、その必要はないと、私は思い始めてる。で、で
も、あんたはみんなを治すと約束したじゃないか。ああ、つまり、私が言いたかったのは、今日の実験は命や体に依存させる必要はないってことよ。あなたの勝ちよ。私は彼らを治療するためにここにいるわ。おお、そっちの言い方の方がそれっぽいな。やったー、パッチーズ、聞いた？待ってくれ、本当に犬はあんたをそんなに利用したのか？私は、自分の地位があるのは思っていた以上に犬のおかげだと思ったの。それに、少し犬コンプレックスを持っているかもしれないことに気づいた。でも、機会があったら、罪悪感に対処するためにもジンジャーに謝りたいの。とにかく、取り決めを済ませましょう。ミトンズはバッグの中を探し回った。へへへへ。これを探しているのかい？パッチーズは盗んだ水晶玉を取り出した。フェリックスの杖を振ると水晶玉が明るく輝き、ピンク色の炎が燃え上がった。骸骨のような腕が伸びる。それは犠牲者の頭蓋骨をつかみ、口の中に置いた。バフォーネット？水晶玉の炎から異世界の存在が飛び出した。皇帝はその重みで揺れている。その存在はパッチーズに向かって頭をピクピク動かしている。ダメ。それは私の一族の力よ。それを使って何をしようとしているの？パッチーズはジンジャーの毛皮のフサをその存在に差し出した。僕の体を取り戻してくれ。その存在はパッチーズの前足から毛皮をもぎ取った。頭をきしませながら振り向いてエンジェルを見つめる。あぐ、待って。エンジェルは自分の魂が引き剥がされるのを感じた。彼の叫び声は虚しく消え去った。パッチーズも同様の感覚を感じた。全てが暗転してしまう。パッチーズは息を呑んだ。パッチーズ。あはははは。僕に戻った。ああ、生きているって感じだ。何をしてるの？嘘だ。君は嘘ばっかりだ。オリーブ、これは僕の体だ。これは僕のものだ。でも、みんな怖がってるよ。私もパッチーズが怖い。私は君が誰も傷つけないいい子になるって信じてるから。私と一緒にここから脱出して、バースデーケーキ食べようね。どうしてこんなことをするのかわからないけど。話すことはできるよ。時間が許す限り話を聞くよ。オリーブはパッチーズに懇願するように見つめる。バフォーメットはパッチーズの次の要求を聞くために身を乗り出した。クソ、そいつらを元の体に戻してくれ。その存在は立ち止まり。そしてギクシャクした動きで不自然にまっすぐ立ち上がった。お望みのままに。皇帝全体が鳴り響く。キャー。え？夢を見てたの？俺の傷跡が、消えてる。パッチーズ。オリーブは肋骨が折れそうなほどパッチーズを抱きしめた。彼はオリーブの背中をそっと叩いた。とても怖かった。パッチーズが復讐するんじゃないかって。何のことだい？親友を傷つけないでくれ。私、パッチーズの親友なの？二度言うつもりはない。待ってくれ、エンジェル。ホーリーキャッツ、二度は生き返せない。頼む行かないでくれ、もう生き返せないんだ。ジンジャーが入ってきた。その、治療は順調に進んだの？エンジェルは立ち上がった。彼はゆっくりと頭を回してパッチーズを見た。お前、彼はパッチーズに突進し、派手の胴を引き裂こうとした。待って、エンジェル。アグ、僕から離れろ。このクソ野郎を殺してやる。スパーキーはエンジェルをパッチーズから持ち上げた。ああ、お前こんなに小さかったんだな。スパーキー、パッチーズは体を取り返した。僕たちがやらなきゃ。ダメ、エンジェル周りを見て、犬たちを見てよ。エンジェルは周りを見回した。彼は犬が全て治療されたのを見た。
彼は自分の体を見下ろした。再び猫になっていた。完全に治療もされている。え？お前にはパッチーズがしたことの説明をたくさんしないとな。クソパッチーズは優しくなったのよ。ね、パッチーズくん。あなたはクールな子供たちと放課後にミルクを飲むって決めたのよね。よく考えたら、エンジェルに僕を殺させた方が良かったな。5本。誰か何が起こったのか説明して。校庭にいる他の猫や犬も同様に混乱している。ここはパッチーズとエンジェルがどのように体を交換したのか、どのようにハチ公高校のほぼ全ての犬を殺したのか、どのように彼らがゾンビ軍団として復活したのかなどについて長い物語を語った。物語を話し終わるまでに生徒たちは全員退散し、おしゃべりをしていた。それにしても、今日は僕が今まで過ごした学校生活の中で最も波乱万丈な一日だった。しかし今考えてみると、完璧だったと思わないかい？オリーブのパンチがヒットした。え？パッチーズ、とても怖かったよ。でも、私たちは親友だからパッチーズを許すよ。君は何でも許すんじゃないか？また怖がらせたらパンチするからね。オリーブが静かにうなる。これが交渉なのは明らかだ。それなら君を怒らせない方がいいね。すべての恋、みんなにバイバイして一緒に帰ろう。漫画を見たり、ピーナッツバターを食べたりしようよ。それは、ちょっと良さそうだね。ここは変わるために前に進み、パッチーズは変わった自分を受け入れた。方向性は違うが、どちらも自分で選択したことだ。今ここに集まっているみんなもそうだ。共同登校日だからおしゃべりをしてるんじゃない。自分の意思で友達とおしゃべりをしているんだ。猫と犬だって最高になれるって、オリーブたちが教えてくれたからな。シリーズ完結作として素晴らしい出来だったね。ここまで視聴してくれてありがとう。次回は見た目は可愛いけど骨太な毛も RPG のレビュー動画を投稿するから楽しみにしていてくれ。それでは、また会おう。